天皇の巫子、皇后宮豪田天皇妃女院聖母は中宮の東二条院西園寺行巫子、院号は遊戯門院和歌に優れ新五線和歌州以下の直線州に二十七州が日州また部下に二条派の代表的家人で巫女土地神皇の聖妃である二条溜子や巫女土地の側室である遊戯門院一条局らがいた 文英七年九月十九日誕生。文英八年、内親王仙下。公安八年八月、五二条天皇順母として、皇后宮に作立。昭和四年八月、陰号仙下により遊儀門院となる。永任二年六月頃、五宇田上皇の御所霊勢までの皇子殿へ移る。加減二年一月、聖母、東二条院法御。同年七月、五不深草上皇法御。 特事2年7月24日、急病により崩御2日後、五田上皇出家。マスカガミによれば、五格差上皇の秘蔵のマナ娘であった、古内親王を、五田上皇が見染め、恋心闇がたくついに盗み出してしまったという。寿命院党と大覚寺党は、当時朝廷を二分して対立していたため、これは大事件だったようである。事件の詳細は不明だが、 その後、上皇は、数多い張妃の中でも、古内親王を、別格の存在としてこの上なく大切に偶したと言い,い、後に、彼女の旧姓を痛んで早々の日に出家したことから、見ても、上皇が古内親王を深く寵愛したのは事実で、あったらしい。五不覚サイン二常による、日記文学、と、はずがたりの後半に重要人物として登場。 作中では珍しく、雪の明けぼのと並んで、好意的に描かれる人物である。また、吉川英治の小説、私本体兵器には、郷田上皇と彼女のことされる久し先進王が登場する。ありがとうございます。